はい、ひとつきまさしみです。菅さんがウォール・ステイトリート・ジャーナルにすごいこと言いました。はいやめるのはオリンピックいつでも簡単だぜ、イエーイ、挑戦するのが政府の仕事だら、イエみたいなことを言って、はっって、はっ <laughs> <laughs> 何言ってんのお前海外メディアだからって何言ってんのお前っていうところとかあとオリンピック関連に関する海外のニュースはどういうふうになってるのかめていうとこもちょっと話をねあのしていきたいなというふうに思っています正直海外ニュースイングリッシュヘッドラインニュースを始めてですねこんなに日本のことが報道されるなんてことはほぼない正直忘れられた国ですから大したもんだなというふうにねあの思うんですけども まあこれまあ今日はねまずこのウォールストリートジャーナルね,ねちょっと今まであの今日ねいろいろまあ簡単にこれをあのまあこれを取り上げようっていろんな記事をやったんですけどちょっと全部崩れましたこれのせいで、うん、はいジャパニーズリーダー吉弘ですでセインズカントリーイズセーフオリンピック安心安全 <laughs> <ー>いやまあ政府しか言ってないから安全か、はいまあね、大丈夫だよというふうに言っててプライムミンスターインインタビューというふうに書いてるんですけども、はい、まあコロナはね から大丈夫だとでもこれ取ってるのね7月21日なんですけどもあの1832東京というとんでもない数字が出て間近や多いっていう首相官邸で20日させていてあいたんだけど首相官邸でこんな真っ暗なとこあんのかねまあ後ろにあの黒い垂れ幕でも用意したんですよはいそうですいやまあこれちょっとねなかなか強烈なことを言っていてなんか挑戦するのが政府の仕事とか言っててちょっと短い記事なんでせっかくなんであの見てみましょうかはい えー、はい菅義偉首相ですね、新型コロナウイルス感染流行が続く中、うん、五輪の開催を決断したことについて、ですね日本の感染者数は欧米諸国に比べればわずかで、か予防対策もより徹底しているとして、正しい判断だとの考えを示した。五輪のの開幕まであと3日の20日 ですね、うんえー、ウォール・ストリート・ジャーナルのインタビューにまあこの菅さんが応じたわけです、五輪の開催に巡っては日本と世界の双方にとって危険だと批判が上がっていると、うん、はいで菅さんはねあのー、1日あたり数万人の新規感染者が出ているにもかかわらず、うん、マスクなしの観客が詰めかけた会場での、えー、テニスウィンブルドン選手権やサッカー欧州選手権を実行した英国の事例に言及しました。ははい、はい それでれ下の方に書いたのかな、うん、あ,あそうですね UK って書いてますよねこういう横にある、えー、その上感染者数などを海外と比べると一桁以上と言ってもいいぐらい少ないとし、うん、ワクチン接種も進んで、えー、感染対策を厳しくやっているので関係は揃っているもうっきからもう俺ツッコミどころが満載すぎて、うん、<laughs> あのサッカーの選手いいだろやっちまえっていうふうに言ったところはワクチン接種をイギリスはね67割の国民が まあ2回接種してるにもかかわらず2000人ぐらいまで抑えられていたものが5万人に跳ね上がった、うん、それを見て大丈夫だっていうふうに言われてもこれちょっとウォール・ストリート・ジャーナル、うんっまたんですかいやだから逆に言うとあのツッコ後からねあのつ見てて突っ込みたくなるような記事をわざと書いたんじゃないですかプルプルプルって突っ込みたくないだからこれ間違ってるよ菅さんの言ってること完全に。 うん、っていうのがまず突っ込みどころ1。1> ちょっとごめんなさいもう突っ込みたくてしょうがな,くな <laughs>、はい。はい全然いいと思います。はいえー、でそれで。はい。 ねえーまあ、これ、うん、さっきの日本では、うん、まあこの、えっと、2つ目の段落なんですけど、うん、日本では公共の場ではほぼ全員が引き続きマスクを着用しています、うん、菅さんは、えー、選手を含め5万人が日本を訪れる中、うん、国民を回す守るにはマスク着用が極めて重要だと指摘しています。うん、マスクを外してしゃべることが一番、えー、感染が広がりやすいと言われており、えー、日本国民は徹底してやってくれていると述べた。 これなんとも言いませんね。この熊本県警がさあわざわざ来ているというこの神宮前の状況。まあもうデルタ株マスク突破してくる可能性があってですね。あとワクチンね。やばいなこれ。世界にこれ配信してすごくねえか。<ご>まあブラジルドルとかに比べればマシだか。うんうんん。の頭の数だと泣き言言,言うなのかなかおくっ。もういっちまあねー。はい。いではい。 えー、菅さんはですね、うん、自分に一番近い、まあ、関係者を含めた人々から五輪を中止することが最善の判断だと。これまで何度も助言されたと明かした。あ、やっぱりそうなんだ。はい。<れ>そうなんですね。<み>文春も言ってたけど。文春、あ、文春じゃない。はい、ごめんなさい。俺の読み通りじゃねえかよ。やっぱり、いや、言っちゃったよ、首相本人が。言っちゃったね。はい、うん。はい、で、こっからです。こっからがやばい。

ちょっと待って、想像以上です。これ、簡単に言うと、やめることはいつでも簡単なんだよ。ね俺は何人からもやめようって言われたんだよ。でもな、政府の仕事って、タックルチャレンジだ。体当たりの挑戦で言ってたよね、小池さんも捨て頃で、捨て頃で戦えるウイと。株と捨て頃で戦ってる状態、まあその環境を作ったのは、のすで戦ってる状態って言ったのは、その環境を作り出したのは、菅さんなんです。ね これさ菅さんが英語ペラペラでさ、うん、あの英語で言ったのか、ね、英語で言ったとは私思えない、うん、思えないんですよ。ってことは通訳がこれ例えばね菅さんがね「やめるのは一番簡単なことです」うん。ででも政府の仕事は挑戦すすることですからねっていうようなテンションで言ったら「タックルチャレンジ」って言われる ねとチャ,チャレンジだったらもかッ, <laughs> タッいやつまりこれおそらく <laughs>、ね、これ日本語版のウォルー,ャール・スイッチアーナルで挑戦って書かれてるんだけど英語版だとあのータックルチャレンジ。ザ・ガバがント・ジョブズ・イズ・トタックルチャレンジ。何 直訳だとこれどうななるかな今俺ちょっと意訳でさ、うん、あの言っちゃってるけど直訳だったら、はい、えどうなるのかなタックルチャレンジっていうのは。課題に取り組むことまあ取り組むことタックルチャレンジタックルチャレンジだからでもなもうもうタックルチャレンジってまあでもなんかすごいきつい感じが、うん、あのするけど、まあ、もしかしたら。 ながらに取り組みたいとか,、ね、いとかなんかでもすごいあの印象がすごいよねバ、うん、ッグチャレンシーンまあどっちにが前後感あるよないつから政府は挑戦することがまあ仕事になったの <laughs> でそして挑戦 <laughs> じゃないですよね。博打ですよね。博打ですね。あの私の大好きな経営者にですね。あの狂った人なんですけど、稲盛和夫って人がいるんですよ。ああ、すごい人だね。はい、あの。かなりあのぶっ飛んでる人なんですけど。あの、まあこの人はですね。ええ。まあ楽観的にね。行動せよと。挑戦せよと。ただし、準備は悲観的にとかね。こう、あの、言ってるんですよ。はい。ね。石橋を叩いて、く桑まあもうちょっとしっかり言うと、この。 計画とか夢を描く時は楽観的に考えようと、うん、だけどあのそれを実行する段々段階になっているとしっかり慎重にやりなさいっていうふうにこう言ってるのねやつに楽観的に無双するのはトップはいいけどもやるんだったら迷惑かけないようにとそうねででも、うん、やるからには突き進めみたいなそうですねで菅さんの場合さ計画計画計画,計画ないやんないねいやすごいな、うん そうかタックルチャレンジですタックルチャレンジかタックルチャレンジ課題に取り組むって意味なのかなタイヤ当たり感すごいあるけどねタックルチャレンジなのねタックルっていうのがえっとまあ英語のどどえっと動詞でまあ小取り組むっていう意味でチャレンジっていうのは課題だからタックルチャレンジなのかもしれませんはいまでもどっちにしろちゃうやろうもまあちゃうやろっていう感じこっからさらに結構強烈なこと書いて はい、あるんだけども。東京のコロナ感染者数は6月下旬以降増加傾向にあります。うん、えー、菅さんはこうした足元の状況を受けて東京都に緊急事態宣言を発令しました。うんうん、えー、ちょっとごめんなさいね。はいはい、えー、ごめんなさい。はい、はいえー。期間は7月12日から五輪閉幕まで。うん ただそれでも外国で導入されるロックダウンとは異なり、日本ではいつほぼいつも通りの日常生活が続いています。うん、緊急事態宣言に伴い導入された主な対策は飲食店に対する酒類提供の停止と営業時間短縮の要請ですと、うんはい。一部では政府の方針に逆らって営業を続ける飲食店もありますが、菅氏は日本人は政府がそういう方向を示すと多くの人が協力してくれると思いました。いやそうです 怖くね。はい、えー、っとですね、これどこに書いてあるかというと。ここ,ここじゃない、ザウェイジャパニーズピーポー、アあ、うん。ウェインザガバメントセッツアウト、ああ、ディレクションライクザット。モンストピーポー、ああ、ゴーイングトゥヘルプアウトアンドコーポレートですね。うん、はい、みんな助け合って協力してくれると。いやー、要するに、あのー、日本人ってうのは政府の犬だから。うん、あの、大丈夫じゃけんの。<laughs> っていうことが言いたいのか。うん なのかもしれませんけれどもねー。いやそんなよく言うね。うーん。おやほいで。はいえー、日本の感染者数がかそうえ過去二十日時点で、うん、ちょっとごめんなさい。うん,うんうん。え四、ー、千人近く。うん えというのはですね、国民一人当たりで見れば米国の約25％だとここには書いてあります。高齢者の約6割、人口に全体の22％がワクチン接種を完了する中、うんえー、日本の死者数を大きく減少しています。うん、コロナの感染チャンスを追跡するウェブサイト、うん、アワアウアワールドインデータかな。うんうん。うんえっとちょっと待ってね。アワーワールドこ。これかな。いや違う。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 どっちも違うな。うん、ええー、ちょっとごめんなさいね。 えーっとアコーディネでアワーワールドうですねによると国民一人当たりでは米国の約7分の1程度となっていますと。うん、で、菅さんが言うのがね、ジャパンズシチュエーション・イショーイング・アップ・ライト・ゼア・イン・ナンバーズだから、うん、日本の状況は数字にあられている。うん、ね、えウィブ・コット・ザ、うん・トゥ、まあ・ザ・オールドつまりこれを世界に発信すべきだと。日本、菅生いだろ、イエイって言えってことね。だから答えたんだ。はい。 東京五輪の開催が決定したのは、えっと、ちょっと上の方ですね、東京五輪の開催が決定したのは2013年、はい菅さんは当時、首相だった安倍さんの右腕として、実情ナンバーツーの位置にありました、その後、安倍さんが持病の悪化で理由を理由に辞任したことに伴い、昨年9月に首相の座に就きましたと。は情ってさ、なんかデファクトっていうね、デファクトナンバー、これ。 ガバメツデファクトナンバーツー、うん、オフィシャルビハイン。事実上ナンバーツー。ね、2はい、ちょっとこうなんか、これ、うん、デファクトって、なんかあんま英語っぽくないですけど、うん、多分何かあの慣用句なんでしょう。はいうん、ええー、なんだっけ、そうそう、えー、昨年9月に首相の座ね。うん、菅さんは自身が国際オリンピック委員会、括弧 I. O. C. の人質になっているという見方については。うん、そこは全くない。日本は手を挙げて、日本でオリンピックをやりたいと承知してきた。 して、うん、え退けた、うん、IOC は日本との契約に基づき五輪中止を決定する唯一の権利を有、うん、している、うん、その上で IOC については押し付けられるようなことだったら跳ね返すと述べた「<ー>はい、If they try to force something on me」つまり何かこう押し付けるですね。

ヒズバックグラウンドイズ、ええ、まあ、これは。バックグラウンドね。バックグラウンド話、東北のいちご農家の息子として生まれた菅さんは。持ち前の粘り強さを武器に。粘り強いよ。はい、千九百七十代半ばの、政治の世界に民謡を通した後、政治家として頂点まで上り詰めたと言われている。はい、ええ、政治学者。三浦瑠璃が出てくるかな。突然、はい、三浦瑠璃さん、政治学者の、三浦瑠璃さんはですね、これ、ちょっと待ってね。これ、多分。ええ、瑠璃でよかったっけ、る。 ええー、三浦、ああえー、ルリールイっていう風に書いてある、あ、ル、ルリー、三浦って書いてあるうんだな、うん、はい、失礼しました、小さん、はい、えっと、戻っていただいていいですか、えー、三浦、セイド、あ一緒、ちょっと待ってね はいすいすすまませんありがとうござ三浦璃来氏は、はい、菅氏の生い立ちは日本のエリート政治家の中では非常にまれだと、うん、まあでもそうですよね話すこうした自身の経歴から全世界が見守る中コロナ禍の中で、えー、五輪を開催するという決定も含めありえないと思われることを成功に導くことができるという自信につながっていると同志は見るはい、まあ、菅さんがね「大事にできるできる」っていうのはあ<ー>あのまあ、こういう,こう非常にまれな もうのし上がってきたというそんなバックグラウンドで自信につながってんじゃないかと。なんだこのクソ記事は。ちょっと。はあでそれで。こんだけのあのごめんなさいリスクを取ってきたからこそ。菅さんはねリスクを取るということをでも直感でねリスクを取るということをやってきたから今までも何度もリスクを取ってきたからえっとごめんなさいいいですか。いやあのまあそうなんですけあるあるんだというふうに述べています。 三浦瑠麗にインタビューラルイたしてるし、ダメだめだ。<laughs> <laughs> 私があの三、ー、人いるんですよ。<何>あら、もう絶対本が出たら読もうと思ってる。三人。<あ>えー、橋本徹。えー、竹中平蔵。三浦瑠麗。なに <laughs>。どういう基準で。でこれはまあやね、嫌いな人多いけど。読まんといかんやろうと。読んでからと日本を知る。ああ、そういう意味ね。うん 思うんですけど、三浦さんの方は何回読んでも頭に入ってきます。あ、そう、どういう本を書いてるの?。だんからもうわけがわからん。あ、そうなの。はい、だから三浦さん、これ菅さん、あげ、三浦さん。にインタビューしてる時点で、<laughs> うん、何かを意図を感じますね。ウォールストリートじゃない。で、そして、直感的にね、リスクを取ってきたからこそ、彼は今の地位にあるんではありません。菅さんは。あ。あ。違います。はい。リスクを他人に,にね、取らせたりとかね、うんうん、あるいは。 他人に取らせて失敗したらそいつの首を切るそういうやり方ですよ。まあそう。はい。だからあのそういうね、えー、やり方でね突き進んできてますから。はい。なんていうか評価はできん俺は。なるほどね。はい。続きいきますか。はい。えーはい、じゃあ続きいきましょう。 えー、この下からですねただ、菅氏は目下、えー、現在、政治的に厳しい状況に,非非に厳しい状況に置かれている、うんうん、毎日新聞が先週末行った世論調査によると選,選挙を、まあ、今年の秋に控え菅内閣を支持しないという回答が62%に上り1ヶ月前の調査からあ7ポイント上昇したと。 一方、支持するとの回答は30%にとどまった。他の世論調査でも同じような結果が出ている。また、日本国民の約3分の2は五輪を楽しめるとは思っていないと回答した。ただ、菅さんは競技が始まって国民がテレビで観戦すれば考えも変わるとして自信を示した。すごいね、これ。すごいと思います。うん、大半の競技が無観客での開催となるため、自身もテレビで観戦するという菅氏は学生時代にやっていた空手の競技を楽しみにしていると。おなおな。そうかな。そう いやーまあだからねこれあとだから思い出話をしたりさそうですね、えーとうん、この後は、まあとは1964年にねメダルを獲得したのを見てすごい興奮していた感動を受けた、うん、今でもこのまぶたに焼き付いているって話とかですね、うんえー、世界で約40億人の人がテレビで観戦すると言われているが無観客でもやる意味は大きいとか。 そういう話が入ってます、ね、やっぱ菅さんの今回の発言で恐ろしいのは、うん、挑戦することだと政府のはそうですねそして計画何もない、うん、感染拡大爆発中それなのに仕事はね挑戦なんでやっぱこれ破壊者だね、うん、でかつ、うん、いろんな人から中止しろって俺言われたけど、はい、<laughs> ないわ <laughs> やるんや朝鮮が仕事だろって、うん、失敗したら税金であの責任取ってくれるんだろう日本人は言えば言うこと聞いてくれるんだろうみたいななんじゃこれいやでもその何閣僚や官僚や、うん、まあ周りの人からやめた方がいいんじゃないのっていうふうに言われていたっていうのを本人が言うってうのもまたすごいねなかなか強烈ですねいやーじゃあその 海外でね。海外でそのオリンピックはどう取られてるのかっていうところからいきますか。 はい、えっ、ー、とね、今回ね、あんまりにも記事が多いんで、多分全部は紹介できません。うんうん、何せ菅さんの今回のオールツールジャーナルの記事が結構でかかったので。うん、はい、あのー、かなり予定が狂いました。ね、これとかね、はい、いろいろあります。後でまた別の日に紹介するかもしれないね。これとか、うん、あと。写真がやばい。これね、写真面白いですね。<ー>はい。はい、じゃあ、なんでやんねん。<laughs> そ,うそうそうそう。はい まあ、あとはこれでんつ。つね、なんと本間さんがインタビューで出てますね,ね。あとこれ、ゅ<れ>、ね。<laughs> 崩れ落ちるせいか。パ,パ,チパチパチパチ。ああ、ー。ーはい、すごいじゃないですか、ね。おしゃれ。レッツザゲームズビ。ビーゴーン。はい、レッツゲームズというような、基本的にゲームを、さあ、始めようという意味で、うん、レッツゲームズビギャンというふうになるんですけど。うんうん、えビーゴーンになってるってことは、あれ。 行っちゃったのかな。どこ行っちゃったんだろうとかで。でこれがの放送権を持っているはい CNBC てかまあ NBC ですねの各えオリンピック批判です。はい。で最後これウォールストリートジャーナル同じようにまあ金のことを書いてるよねこれっていうかまあウォールストリートジャーナルはさこの記事書いておきながら菅さんのあの記事をするっていうのがですねなかなかすごいなと。まあそんなもんすよ。うん。 とりあえずはいあの、うん、さっき途中で紹介したようなワシントン・ポストのやつはちょっとあの方向性が違うので、うん、今回ワシントン・ポストは紹介しないでここら辺からいきましょう。はい、はいえー、東京2020女ナイフエッジアズルーモアズプレッツアズクイックリアズえー、まああのナイフエッジっていうのは、まあ、つまりナイフほどに鋭いなんだけれどもまあ結構緊張しているというような、うん、きあのわきわなんだけれども、はい、東京2020のですね あの悪い噂がですねコロナと同じようにめちゃくちゃ広がってるって話です、それは。はいで、これ、あの渋谷スカイってなんだっけって思うんだけど、も渋谷には光栄とかのことなんじゃないかと思って、こから見た東京オリンピックの会場ですね、こんなふうに見えるんだね、はいえと火薬庫のような東京で。 はい、<ー>インダティンダーボックス東京、かやっこのような東京で、えーはい、問題の多いオリンピック最初の競技の前夜、誰もが不安を感じているようです、ねうんはい、えー、これ、ちなみにですねガーディアンなんですけれども、うん、おショーン・イングルさん、うん、だからつまりジャスティンばっかりじゃないジャスティンばっかりじゃないんだ、ねはい、今回は、うん はい、えー、国際オリンピック委員会トーマスバッハ会長も眠れない夜を過ごしていると認めています、うん、最近認めたね最近になって今さら今さら認めて、はい、選手やジャーナリストたちは自分たちのオリンピックは携帯電話の着信音と14日間の間隔で隔離で終わってしまうのではないかという不安を募らせていますまり参加できなってしまっていてってことですね、うん えーまた、東京オリンピック組織委員会の武藤会長が火曜日大会が中止になる可能性はあるかと質問されたとき、えー、あんまりな回答をしたことで、うん、オリンピックが土壇場で危機に瀕する可能性を示唆していると解釈されました。これについて、あとと CNBC をちょょっ見ましょうね。 あのこういった見出しはです、ね、単に飛躍しているだけではなく、うん、騎兵隊を尻目に見事に棒立ちになってしまっているというふうにう。騎兵隊を尻目に、見事に棒立ち。はい、はあえー、サッチヘッドラインズディルノッ、d i d n o t m a r y j u m p i ン t h ン g u n ジャンプザガンですね、はあうん、だつまりあの引き金になっているというわけではなくて、うんうん、まああのなんでしょう。まあもう 引き金を引かれそうなギリの状態ですというような状態ですねとね。で,でそんで武藤さんがんはい、えー、武藤さん何が起こるか予測できないとだけ、うん、あのー、武藤さん答えたわけです、うん、コロナウイルスの患者数がどうなるか予測できません、うん、コロナウイルスの感染者数が急増した場合は議論を続けます何の変哲もない官僚の何ネット変哲もない発言ではあるが、うん、この発言はすぐに大きなニュースーになりました。なるやろ、えー、複数の有力な えー、情報源と武藤さんが実際に発言した内容は極めてかけ離れていると主張する東京2020が、うん、あこの発言を否定したときにはもう遅かった、うん、はい、えーうん、この記事は世界中に広まってしまいました、うん、うこの記事を書いた日の中には月曜日、東京で727人の新規感染者が発生しここ数日で最も低い数値を記録した人ことを指摘した人はほとんどいなかった当時は、ね、はい懐かしい時代ですね。そうですねははいし、はい、しかしこのエピソードはウイルスと同様噂がすぐ広まり、うん あえてふたふためくこの大会らしいものでしたと。はい。バットン。はい。エピソード。はーい、うんえー。責任者たちはスポーツがいよいよ始まるときに雰囲気が怒りから行動へ今日からプレーの場へ、うんえー、移ることを祈っている。まあ要するにまあ怒ってるけど 何だかんないっておっと生き生ちゃん金メダル取った万歳万歳万歳忘れて国民はすぐ忘れるみたいなだからいいねってはい無理なんですけど実現の可能性はあるんでしょうかと可能性はあります火曜日メディアセンターにいるある日本人ジャーナリストはガーディアン紙にここ数日間の変化を感じ取ったというふうに語っていますそれはオリンピックのために到達した何万人もの人々に対するあからさまな敵意から観客なしで開催されることへの悲しみへと変化したこと悲しみ悲しみ あの、本当にやんなきゃとかさ、いろいろこう、なんか、え、くんなかよみたいなことから。んんなん、おらみたいな。結局やれないんだな、まあ、観客がなしで開催されるんだなという悲しみですね。ね本に変わったと。また、東京で開催された A. O. C. 総会でバッハ氏が、不本意な、えー。日本国民にオリンピックを押し付けたとみられている。自分の組織の評価を、やら和らげようとしたことにも、注目に値します。中国人って、言い間違えたけどな。まあね。うん、だ、まあ、あの、いろいろバッハさんは、やっぱ、言われてるから、うんうん、直前になってね。 えー、私たちは毎日疑問を実は抱いていたんだと馬カさんは認めな,できるのかなってはい検討し、議論し眠れない夜もありました、うんうん、なぜ疑問を表明しなかったのかという声もあるでしょうが、うんえー、これは何があっても盲目的に突き進むということを意味するのではないかとさえ解釈されました私たちの疑念は自己,現実的なあ自己実現的な予言になっていたかもしれません <laughs> 疑念は自己実現の予言となり、うん、オリンピックは崩壊していたかもしれない。あ これやばいわ。はい。だからこそ、私たちはこの疑問を胸に秘めておかなければならなかったです。まあ、もうほとんどこれさ、あの。自己啓発本かよ。今、ちょっと、あの、日本は勝つ、日本はかつって戦争中に。ええ、まあ、破滅していったような。ちょっとそういう感じがしますけどもね。だから、言っちゃったら、現実になっちゃう、自己実現的な、や、やつになっちゃうから、それは秘めて。そうそう絶対やります。絶対やります。ア,<ジ>アブみたいな感じで。はい。 もう結構ひどいこと言ったと思うんだけどね。いやむちゃくちゃやな。え今日私たちはあ私はねえー、それを認めて言うことができますと。うん、はいえー、私たちにとっても私にとっても重みに,になっていたんです、うんと。そんなこと言われてもって感だけど。うん、バッハがこれまでにこれほどまでに人間味あふれる発言をしたことはない。<え>はい。すごいよ、ね、サチコンサンズあーボイスのパプリシットもはいあじゃあごめん間違えた。バッハわず、うん、レアリーですね。うんうん はい、えー、長年の IOC 関係者の中にもバッハの魅力を感じている人が、うん、あいる、しかし舞台裏では IOC と主催者および政府の間には後半のお感染禁止を含め、うんうん、今まだに緊張関係が続く。 えー、こうした懸念を公にしているのが20年近く IOC のマーケティング部門の上級幹部を務めうん、うん、有力な内部事情に詳しいマイイケルペインさんですと<う>野球場が満員になっているのを見るとたとえそれが技術的には東京圏外であっても人々はな,、うん、なぜか半分のキャパシティでオリンピックができないのかと問します、まあ、無観客でなくてもできないんじゃ、うんえー、有観客にできないの、うん、上限1万人でとかっていうことね腑、うんうん、に落ちない何が起こっているのか疑問符がついていると思いますと。うんうん えー、ペインさんはまたオリンピックが選挙を控えた、えー、日本の政治家にとっての絶好のパンチングバック、まあ、つまりあのえと、なんだっけ。あの なんていうんだっけパンチングバッグって、ね。なんかこのどん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 サンドバッグサンドバッグ的なね、うん、そう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 、うんえー、似合っているのではないかと疑問を呈しています、うん、政府がボールを落としてしまったことは世界中で認められています、うんえー、先進国の中でも世界で最もワクチンの遅い転嫁をしている、うんえー、日本政府ですがそれは資源が不足していたからではありません、うん、リソースが不足していたのではなく承認のための官僚主義だったのです、うん、ペイさんに言われてますよ、うん、しかし今あ突然ですね、えー、まあ ワクチン展開プログラムの欠点から目をそらすための完璧な手段としてオリンピックを手に入ったあーごまかつ食べようかなくてまあオリンピックの方ただけいいやになってると。なるなるろうなろうなぁいいねいいねどんな見方をしようとも東京のまあバブル方式の中にいる多くの人々はこの大会が危険なナイフエッジまあつまりあのナイフのなきゃい切っ先にの上でバランスを取っていることを認めていますと最良のシナリオはテレビでファンに感動を与える一方で日本が早期に金メダルを 獲得しコロナの感染者がさらに減少することで最終週にスタジアムに,に足を運ぶファンが出てくるというものです。うん、最悪の場合は先週村などでコロナがま蔓延し混乱と逆恨みを招くというすでに感染しとるけどなますね、うんうん、はい、えー、一方火曜日のメディアセンターでは多くのジャーナリストが東京へのフライト中にコロナの乗客に、えー、密接に接触したため14日間部屋にいなければいけないと言われて、うんえー、怒りの声が上がっていました。うん えー、その中にはインサイド・ザ・ゲームズのジャーナリストであるフリップ・パーカーさん、今大会の BBC スコットランドのスタッフ全員も含まれています。<ー>えー、症状がなく、まあ、これ、BBC とかはイギリスだからね、うんうん、症状がなく、何度も陰性判定を受けているパーカーさんは、毎朝よ、えー、同僚から朝食を渡されている、つまり一人で食べるってことでね、うんうん、ということですと。現状に管理されているはずの大会に批判がするジャーナリストは、満員のメディアバスに乗るたびに、うん、東京ルーレット、まあ、つまり、あの、 何コロナの陰性になるコロナロシアルーレットみたいな感じねにえー、そっかロシアルーレットの東京版ロシアンルーレットじゃなくて東京ルーレットに調整することになります、うん、信じられないことに、えー、報道関係者にはあ交通機関のハブからメディアセンターまでの1 0 0 0ルを歩くことが禁止されており。うん 仮にサトルバスに乗らなければいけませんが、うん、乗客数には明らかな制限がない。これではピンチに落ちる危険性が高くなってしまう。窮屈だったらどうすんだよってことやで、ね。1、まあ、0メートル歩くっても動画なのよね。<ー> <laughs> ええー、あつれ、まあでも多分1000メートル普通に歩いたらそれはそれで感染拡大だからってことじゃん,ん,、うん。 アスリートの場合はルールが大きく異なり、うん、毎日の検査で陰性であればトレーニングを続けることができますうん、うん、しかし当然のことながら彼らはオリンピックの夢が突然に終わってしまうことを心配していますチーム GB これはグレートブリティアンですねうん、うん、チームグレートブリティアンの陸上選手、うんえー、リース・プレス コンドさんですね、うん、は、えー、みんな今年のために一生懸命練習してきたと思うので、うん、私たちが大丈夫であることを祈るばかりです。<ー>はい他の人がピンチに陥らないことを願っていますがそれはわからないことです。 いいや怖ねこのパンデミック前夜の悲劇は、えー、プレスコッドプレ,プレス選手でしょああ、そうか。うんうん、さんの気持ちが、えー、東京の何千人もの人々に共有されていることです。今のところ、これから始まるスポーツのスリルに対する持続的な興奮ではなく、うん、恐怖と不安が支配的な感情になっています。いやー ややめめてあげたらやめるの簡単なん挑戦 <laughs>、ね、とか言うてるけどもうみんな不安しかないで思いますよ<ー>はいここでウォール・ストリート・ジャーナルのじゃあ,あの記事見ますかねえーえっと、CNBC でもいいんだけれどもウォール・ストリート・ジャーナルのっちじゃなくてっこっちはいはいはい、えー、さっきのですねあの菅さんの記事そのもう一個つ、うんうん、えー、ああそうだなはいあこれじゃないごめんなさい ええー、あこれだも、ね、これ。はい、はい、これだってました。え二、ー、2021オリンピック、うん、あー、ターニングインは、うん、えア、ー、20ドルビリオンバストフォアジャパンですね。うん、すごいね。はい。えーっと、これね、あの、うん、トヨタが、はい、トヨタの話から書いてあります。トヨタが CM やめたっていう。うん トヨタ自動車が今週オリンピックに関連した広告を日本国内で一切展開しないと発表したことは開催国の厳しい雰囲気を伝えるどんなテレビコロワーシャルよりも大きなメッセージとはそーらそうでしょう。書き方がいけてるね書き方がいけてるし俺 <laughs> とねあのこれ記事としては <laughs> なんいつだったっけなまあ って結構つい最近10時18分 AM っていうのは多分向こうの時間なんですけど、うん、まあ菅さんのあのインタビューとほとんど同じぐらいにやったと思うとですね、うん、なるほどはいなかなかっていう感じですねこれは,これはあ本当だ一時間しか違わねえじゃん、はい、時間とか違いますねはい、はいえー、なんだっけ、えー、でトヨタは日本で最も価値のある企業でありん世界で13社しかないトップランクのオリンピックスポンサーである <laughs>、ねうん、うんうんうん、米国の視聴者のためにトヨタフィ、えー、トップ オリンピックリングをフィーチャーしたスーパーボールのコマーシャルスーパーボールって無効なメフトですコマーシャルに何百万ドルも費やしていますしかし日本ではオリンピックとの関連性は自動車メーカーにとってあまりにも微妙なものでしたオリンピックは1年遅れて金曜日に開催されますが東京は緊急事態宣言が発令されていますオリンピックへの期待と経済的な利益の期待はほとんど消え去ってしまいました 大会のために70億ドル以上かけて建設・改修されたスタジアムアリアナは観客の入場が禁止されたためほとんど空っぽになってしまいます、うん、はい。え日本は東京オリンピックで人口の減少や中国に追い越された経済の成熟化にもかかわらず日本が依然として世界的な力を持っていることを示したかった <laughs> 勝った。はい。また2011年の壊滅的な津波から立ち直った日本の姿を示すことも期待されていました ししかし、はい、オリンピックの開催により日本の首相はパンデミックに対する不安を募らせ、うんえー、その結果首相の座を維持するためのプラスチナにささ ああさらされることになった。一、うん、時間前にこれですよ。<laughs> はい、さっきの菅さんのやつの。<laughs> 菅首相はオリンピックの一般市民の立ち入りを禁止すると徹底した採策により感染の拡大を防ぐことができると確信しており、世界中の膨大なテレビ視聴者から恩恵を受けることができると述べました。はい、まあこれさっきも言っていた。言ってた四十億人の人が見てくれるとか言ってたね。はい、でしかもですね、ええー、全く同じこと言ってるんですけど、日本の国民の安全をこそこなうことなくオリンピックを進めることができると判断したとインタビューに答えていて、最もシンプルで簡。単 簡単なのはやめることだが政府の仕事は課題に取めり組むことだとした。 シンプレストシングアンドザイゼストシングイズトゥクイクはい。じゃあやめろよだそれがね似たのほどウォールストリートジャニも書いてますね<ー>日本のアスリートがメダルを獲得して雰囲気を変えることは可能だが、うん、大会の前日の週数日間は不安でいっぱいだった日本に投稿した少なくとも8人の選手をはじめ五輪関係者の数十人がウイルスに陽性反応を示している70人ぐらいいますよ今そうですね南アフリカのサッカー男子サッカーチームはメンバーのうち2人の短い 他の選手から陽性反応が出たため多くの選手が隔離されていますと、うんえー、主催者は日本人がほとんど見ることもなく経済的な利益も得られないテレビのためのオリンピックを進めていますと <laughs> ボロカスに言われとんね、うん、これトヨタの社長と、えー、バッハ会長2015年のですねー画期的な契約を結んだっていうことを記念したときの写真ですね 日本最大級の旅行会社を運営する、えー、近畿,近畿日本ツーリストはオリンピックに向けた旅行パッケージを販売していました、うん、同社はオリンピックをたま楽しみにしていたお客様にツアーを提供できないのは非常に残念ですと、うん えー、コメントしています。なるほどね。はい、まあ、ここから先はね、ええー、まあいろんな人のコメントが。コメントがこもっています。いよはい、で、安倍さんの話も書いてあって、まあ、結局五輪で来る人がですね。海外から来るっていう予定の人がずいぶん減ったりとかですね。うん、あと、N. H. K. の世論調査で、えー、菅さんの支持率がもう、あの、安倍さんの。の下がりまくってると。はい、下がりまくってるって話とかですね、うん、これ長いんだ。長いから、全部読めないんですけど。 はい、えー、最悪のよ、ねああのまあ、これ、一番最後の方がまが一番わかりやすいんですが、イイ、はい、インギュインギュインなんか写真いいね。写真いいのよ。何これこれは、<球>えーとそうですね、はい東京メロドボリタン、えー、<ー>ギムナジウムですね。はいでこれ、あの関係会ですね。うん、はいこれは、えー、ババレーボール、ビーチバレーボールの、えー、会場です。ンはい、えー、ノースペクテーターズって書いてありますね。 うおお、これ選手村か。はい、これ選手村です。ほほほ、いい写真撮るね。切ないですね。はい、で、はい、一番最後の方ですね。うんえー、レストランツー、アンホテルズ。う、あ、えー、そうそう、最悪の予想です。このトゥービッシュは、うん、はい。 確かに最悪の予測だったとしても、うん、オリンピックによる損失は日本の経済規模の数パーにも満たないと、うん、野村研究所総合研究のエコノミスト木内さんは、東京大会をはい観戦する海外の人々が、パンデミックの後に、えー、日本を訪れるかもしれないという潜在的な利益があると指摘しています。外国人を歓迎するために施設を改装したレストランやホテルは無駄にはならないでしょう。うんえー、オリンピックの競技場やアリーナも、いずれは観客のいるイベントが開催されますと。うん 最大の経済的リスクは多くの日本人が大会に反対するきっかけとなった健康上のリスクと同じでコロナのスーパースプレッドイベントの可能性ですそうなると日本は復興への道のりが長くなりはるかに多くの、えー、費用を費やす必要があるでしょう、はい、なんていうかウォールストリートはすごいねあの1時間前に菅さんに「お菅さん最高です三浦瑠衣さんにもインタビューしてきましたよあんたはすごい日本は最高」みたいな感じの。 やつを取っておきながら「トヨタやめたよねボルカス」みたいな実際すごいよねトヨタがさ「やめる」っていうふうに言ったたパラソニックはいやめます」とかっていうふうに言ってであっ経団連会長も「あ俺も」っつって「あ会会長もあ俺も」民つって日本商工会議所も「あごめん俺もね実はそうだったの」ってリクルートも NEC もなんかいろんなとこも「あ俺俺俺俺俺俺俺ってどドどドドド 朝日は来るよ。うん、朝日新聞。朝日新聞。うん。読売新聞も来るよ。来るで。北海道も来るんじゃない？うん、北海道新聞も来るし、あとは産経新聞も。だからメディアがさ。メディアしか来ない。やめてないよね。そのスポンサーを。 そこら実はですね本間さんが乗ったえま今日ちょっと取り上げませんけれども次回以降にしますけど「ニューズウィーク」のやつにも書いてあるんです電通がニューヨーク・タイムズはいえっとどういうふうにですねあの電通がまあ関わっているのかといやこれなかなかね私的な表現なんですよ「ザ・インビスブル・ハンド」っていうふうに書いてるじゃんこれ多分あの見栄算のケインズ アダム・スミスアダムススミスの国風呂に出てくる「インンビスブルハンド東京五輪の見えざる手」っていうタイトルですからそれは「電通でーす」っていうふうにこう書いてあって、うん、日本の主要機関に組み込まれた広告会社である電通は今年のオリンピックで最大の勝者となるはずだった、うん、しかしオリンピックはその計画を台無しあパ,ンパンデミックはその計画を台無しにしてしまったっていうふうに。 書いててあっねなオリンピックの公式スポンサーではないがそれがなければ東京大会は実現しなかったっていう記事なんです。これすごいね。はいでもって本間さんの話が書いてあるていう。これはあの次回また別で。もしかしたら本間さんとやるかもね。いやさんやくねべっすわ。やめられるのはいつでもやできるんだ。問題はまあタックルチャレンジだ。かなり取り組んでんだ。政府の仕事かなに取り組むことだ。タックルチャレンジだ タックルチャレンジって多分そういう言葉があるんだろうね。まあそうですね課題に取り組むというでもなんか五感的にタックルチャレンジって言われるとさ体当たりじゃーみたいな感じだよね。いや,ーいやーウォール・ストリート・ジャーナルのこのね、うん、まあメディアとしてのおある意味のフラットさ。うん、はい、まあ、まあまあ正直言って菅さんのあのインタビューのこともそんなにすごい持ち上げてるかといったら微妙だけど、ね。ままあね、うん、まあねね、うん あ、うん、ミラルリ取り上げてる時点でいやでも多分菅さんのことをまあああいう形で評価する人ってミ浦ラさんぐらいしかいなかったでしょとつきマンスジもインタビューしてんは菅さんのことどう思いますかって「超上げていくよ俺 <laughs> 上げていくあマジでどれだけ日本に損害をもたらしてもあの人は止まることはないだろうっっ」まあそうやな <laughs> それは別に上げてない気がするけど <laughs> いやでも 今回の重要なポイントはいや五輪止められたんだけど、うん、閣僚からね、うん、止められたんだけど俺はそれでもやったんだという菅さんの力強い言葉これがやっぱ重要でそうですね自分で言ったっていうのがやっぱ大きいねうん、うん、今までは朝日新聞とかで何て言われたかっていうと、うん、あのー、菅さんはね えー、進言したんだと言った側が俺は言ったんだ俺は言ったんだみたいなのが匿名で出たんですよそう匿名だからやっぱ眉唾ばになっちゃうんだよね、うん、でも菅さんはそれを補填する形でいや俺は言ったよとみんな褒めたけど俺は言ったよ俺はやるっつったんだやめるのは簡単だろ政府の仕事は挑戦だいやこれこれね<え>何がすごいかって 最終責任は俺だって生きたってことそうね。みんなは止めたけど俺の責任でやった。よで、えー、つまり自分で責任を引き受けたってことですよ。うん、まあ私の責任ではないって前言ってた気がするうん、かそ主催者ないし、うん。主催者じゃないって言っただけた、うん、で、要するに今回は閣僚は反対したけども。はい 俺は5を出したんだこれさ選挙の前によくこんなこと言うよねうん私もそう思っただってこれから破滅しか待ってませんよ東京オリンピックでだははそれなのに私が5三位を出した、うん、言える ななかなか実はその秋の総選挙に関わってるじゃないかっていう記事も、うん、えっとウォール・ストリート・ジャーナルだったかニューヨーク・タイムズだったかにあワ,シだワシントン・ポストだったかニューヨーク・タイムズにもう書かれてるわけなんですよ。っていうだからまああの有権者と向き合わなきゃいけないのに、うん、政治的な利害関係が大きい、うん、中でなぜオリンピックをやるのかっていう話は別実は別にも取り上げられてまます今回あんまりないです。 これの多分最初の方に書いてなかったっけな。えー、っと。最初もそうだけど、全体的にこれそうな,そうなんだ。はい。史実<ー>のね、低い、あの国会選挙を、うんうん、まあ、史実の低い菅政権にとってね。うんうん、えー、今回のそのコロ、コロナだけでやるっていうのは、うん、リスクを高めるじゃないかというふうには書いてあります。うんうん だけど、はい、ええー、それでもやるんです、まあ、さあ、うん。うん。やっぱオリンピックで。はい。この、ぶっ壊したいんだろうね。そうなんじゃないかと思いますね。うん、この、日本のこの、自民党という。あのー。うん、ものを、もうぶっ壊すチャンスだと。うん。いうふうに思ったんだろうな。そうですね。うん だまあ、野党がこのままじゃ伸びるじゃないかっていう、結構ね、このニューヨーワシントン・ポストのは、うん、あの後でまた別の日に取り上げますけれども、うんうん、野党がこのままだと伸びるのではとかいろいろ書いてあります、うん、はいなんでえっ、ー、から,らこうね、この記事、ボロクソに書かれてて、菅さんは前、安倍よりも人気がねーとか、支持率減ってるとか、あの7月の世論調査では29%っていう内閣支持最低値記録とかさ。うん いうふうにこう言ってるんだけど、はい、このワシントンポストの記事は正直日本語訳して読まれるべきだと思いますけどね、うん、だけどこのポーズですよこれさ窮地に追い詰められてる人だと思うこのいやしたたか感すごいよお前たちわしに勝てると思ってんのかいやっぱ後ろが真っ黒っていうのがどう言えよ吉秀菅は多分ね止まんねえよ止まんねえよ

さん見てくださってますけれども、<う>人気な戦いの話はあんま出ないもんね。あの,あの、ね、皆さんの人気な戦い見た方がいい。<laughs> まずなんでかっていうと、あれは戦後直終戦直後の広島を舞台にしてる、うん、んだけども、うん、スタートがさあのもう本当に米兵に蹂躙される女の人、うんうん、原爆が落ちるシーン。うんうん とかね,ねでそういうところから戦後の日本を描いているわけですよ。今見ると結構ねこうなんか視察的ですごいいいよ。いまあそんなまあ,、まああの映画にあのー、なんか現実と避するのもいいんだけどそれがあのー、おじやばいっすよ。これしかも裏日本では別にないからこれ言っちゃったじゃんもう俺は周りの人間いっぱい止めたけど俺が勧めた。俺はブレないと。 俺はブレおそして俺であの三浦瑠麗が言ってたけどさあのリスクを取った取ってきたんだとねでただしリスクを取るっちゅうとねすごくなつったらいいんだろうかっこいいんだけど、うん、リスクを取ったぜっつってね負けちったじゃあ国民よろしくみたいなあの自分で責任っかそこもうまいんだよああ怖いな怖いなうんまあオリンピックに関してはですねあのー、なんかとりあえずウルール・ストリに言うのはやめるのは簡単らしいです <laughs> なんかシンプルストイズストとクイット。<laughs> これちょっとツボだよ <laughs> ここまですごいと思わなかったわねっ<う>、はい、じゃあ今すぐやめてくださいはい、まあ、そんなわけで今日も読書ということで、えー、と平田さんね、えー、記事ありがとうございましたということでカンパをねお待ちしております うちらには電通ついてないんで、あの <laughs> 平さんお疲れ様の人はですね、平カンパした後に平さんへって言ってください。いつもありがとうございます。ええー、そんなわけで今日も読書チャンネル登録といいねよろしく。それでは。